アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 増本です。久しぶりに雨の降らない日が来たかと思いきや降りましたね。先週のお話で、最近散歩を始めたんですというのを話させていただいたかと思うんですが、海まで行ってですね、散歩して歩いて帰ってきて一日の活力をそこで得られる、これから頑張ろうと思った途端にですね、雨が降り続きまして、何日かはできたんですけども、その後ずっと雨、今日曇りっぽいから行こうかなと思ったら雨降り出してなんていう感じで、なかなか行けなかったんですね。でついに晴れたから今日の昼間ちょっと出かけようかと思って行ったら途中で降られました。一瞬だけだったのでそれほど濡れなかったんですけどね。ということでネトラジ今夜もスタートでーす。茅ヶ崎 FM。はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。久しぶりに晴れ間が出た感じですね。で多分溜まってた洗濯物も皆さん処理すると、この間に晴れを利用してですね、洗って干してっていう方たくさんいらっしゃったんじゃないですかね。こう散歩してる間も、こう洗濯物たくさん干してる家あるなーなんて思ってたんですけども、むくむくとですね、黒い雲が湧き上がってきまして、でスマホを見るとですね、天気予報でこうさっきまで晴れマークがずっと夜まで続いてたのに急に雨マークがついたかと思うと、今まで知らなかったかごとくですね、急にポッとついて、先ほどまでの予報は間違っておりましたの表示もなく、いつの間にか、雨雲予報を見ますと雨雲がバーッと近づいてきて、15分後に雨降りますと言うと、やはりちょうどそれぐらいで降ってきましたね。天気予報はすごいんですけども、すごかったら最初から降りますよって言ってくれという話も泣きにしもあらずなんですけども、それでもそれほど濡れることなくですね、ちょっとパラパラっと来た程度でしたので、久しぶりに散歩をしました。なんかいい感じに疲れまして、で涼しかったじゃないですか、ここのところ。今日も割とですね、雨降ったおかげもあるんでしょうが、ちょっと気温が上がりかかってたんですけど、それもまたいい具合に、また下がりまして、体感ですけどね、で歩いてもそれほど汗をだらだらかくっていうほどではなく、すがすがしく気持ちよく散歩することができました。またですね、明日以降も天気良ければですね、ちょっとこううろうろ散歩して、体をですね、いい感じに鍛えてですね、今までの椅子に座ってばっかりウクレレ弾いてばっかりではなく、ちゃんとですね、体も動かして健康的にウクレレを弾こうではないかなというところで、本日1曲目いってみたいと思います。これもですね、最近 YouTube にアップしました。実は過去にですね、アレンジしてあるんですけども、それはハイ G で、実はハイフレットの方も使ってて弾きづらかったんですけど、それをロー G に改めて、作り直しました。風になる、聞いてください。Thank you.
が先 FM。 はい、ありがとうございました。ジブリのアニメですね、猫の恩返しの主題歌になっております、風になるという、これのウクレレ、ソロ改訂版、2021年改訂版聞いていただきました。ロージーを使いまして割と低い音に持っていきましたので、ウクレレにしては割とこうなんていうんですかね、中域っぽい、ウクレレのカーンっていう高音の響きよりもマイルドな感じに、仕上げられてると思います。これ思ったほど難しくはないと思いますので、挑戦してみたいなという方はですね、ぜひやっていただければと思います。はい、この曲の譜面も、上がっております。 BJ のウクレレソロの方のホームページ見ていただきますと、その譜面へのリンクも貼ってあります。まあもちろんYouTube の動画の方ですか、あちらの方にも、ダウンロードできる譜面のリンク貼っておりますので、 YouTube の方で BJ 風になるで検索していただくと出てくるんじゃないでしょうかね。はい、ただ古い版も出てきますので、古い方はですね、弾き方解説もやってるんですが、ハイGのウクレレを使って高音になってて若干難しめです。はい、この2021年改訂版の方を弾いていただく方が楽に弾けるかと思います。ただロー G のウクレレで、弾いてもらわないとメロディーが、低音部分になっててるので、ハイGで弾くとメロディーがオクターブ高くなるのかな、そういうところの弊害もありますが、まあ楽しんでいただければと思います。それでは2曲目、風の通り道。ありがとうございました。聞いていただきましたのは風の通り道ですね。この曲なんかどっかで聞いたことあるなぁと、思いませんでした。これはですね、ジブリのアニメ隣のトトロの中に入ってる曲なんですね。はい、どっかで聞いたなという方、それを思い出したんではないでしょうか。はい、ちなみにこの風の通り道、BJ の主催しております湘南ウクレレクラブのウクレレソロ1
パンクラスの、9月の課題曲になっております。次回ですね、9月11日の、湘南ウクレレクラブ、ウクレレソロ一般クラス、こちらの課題曲になってますので、ぜひですね弾いてみたいなという方は、参加いただければと思います。申し込みは湘南ウクレレクラブのホームページからできます。湘南漢字ウクレレカタカナクラブ漢字で検索すると出てくると思います。で、それほど難しくはないようにアレンジしております。一般ソロクラスといったら難しいのかなと思う方もいらっしゃるかと思うんですが、それほどでもないですから、ぜひ、ちょっと弾いてみたいなと思ったら参加いただければ OK だと思います。はい、弾けないから帰ってくださいねということはありませんので、もちろんその練習会の時間内に完成させてっていうのは皆さん難しいと思います。そこでですね、弾き方のコツなどを聞いて帰って家でじっくりと楽しんでいただく、そういう時間にしていただければと思います。ですので弾けなくてもですね、その注意点とか、使う指、ここの指はこれで弾いた方がいいですよ、ここはこうやって弾いた方がいいですよ、これ弾けない方こういう風にして弾いた方がいいですよ、なんていう説明させていただきますので、それを参考にですね家に持って帰って楽しむ、そういう風にしてください。はい、ありがとうございました。アコシュミンネトロジー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後に聞いていただきましたのは、もののけ姫の、テーマソングですね。はい、これも2021年改訂版ということで、ロージーのウクレレを使ってより弾きやすく低い部分で、メロディーを取っていくという風なアレンジにしてあります。改訂版ですね。過去でやってるのはやはり高いところでこういろいろいろと飛んだりして弾くのが難しいところもあったんだと思うんですけど、ロージーにすることによって本当にローポジションでメロディーが完結しました。そのおかげで割とこう中低域ぐらいの音になってると思うんですけども、これも譜面がありますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。そのうちまたウクレレクラブの方でも取り上げようかと思ってます、課題曲ですね。ということで今夜は以上です。また来週元気にお会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM